亀井統制は、京都府舞鶴市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。プロでは、育成選手であった。王子は、元南海ホークスの中島博士進む。高校時代は2年秋から、正捕手に座ったが、甲子園出場実績はない。2014年10月23日に行われた、ドラフト会議において、横浜 DNA ベイスターズから、育成一巡目指名を受ける。 前鶴市内の高校生がドラフトで指名されるのは1981年のドラフトで広島東洋カープに5位で指名された上本孝一以来33年ぶりのことであった。11月21日に入団会見を行い、支度金300万円、年俸360万円で契約した。背番号は102。2015年から3年間、 支配下登録選手への移行及び一軍での試合出場はなく、2017年10月31日に自由契約公示された。同年育成選手として再契約。年俸は現状維持。2018年10月31日自由契約公示。DNA 対談後は JP アセット証券に入社した。同期の社員に元中日の吉田隆がいる。 同社野球部は2019年8月19日に日本野球連盟に新規加盟。加盟も同部で正捕手としてプレーしている。2020年をもってチームを退団し現役を引退した。遠藤122メートル、二塁到達タイム1.8秒の強肩が武器。ありがとうございます。